はい、皆さんこんにちは、ソヤンです。今回はタミヤ48分の1シーハリアー機体組み立ての様子を紹介します。文林堂世界の傑作機ナンバー191 BAE シーハリアーの写真からタービンブレード間に針が通っている様子を見つけて、簡単にスズメ機線で輪っかを作って貼り付けることにしました。一般的な飛行機プラモと同様、機内の塗装を済ませておいて機体を組み立てる手順で作業を進めます。説明書の機内塗装色の指示が明確でないので、世界の傑作機を取り寄せたのですがはっきりせず、操縦席の基本色であるライトグレーを機内塗装色にすることとしました。シートを指示色で塗り分けます。塗料は手持ちの多いタミヤ水性アクリル塗料を使いました。計器板は写真から黒を塗って上からクリアを塗ることにしました。若干の凸モールドがあるので100均で買った化粧用のぼかし筆でフラットアルミをドライブラシしてみました。ぼかし筆の使い心地は案外いいです。塗装の終わった操縦席部品を組み立てます。塗装のことを考えて組み立てていなかったエンジン部品を組み立てます。塗装はマスキングで対応することにします。エンジンの耐色表現の下準備として、モードに沿ってガンダムリアルタッチマーカーで線を引いておきます。
エンジンの基本色であるフラットアルミを吹き付けます。糸に反して隠蔽力が高く、繊維が詰まって細吹きもできず、諦めてベタ塗りします。タービンブレードにはクロームシルバーを吹き付けます。こちらもベタ塗りしました。エンジン後部のガンメタル塗装用にマスキングを施します。エンジン後部はエアブラシで、その他は筆でガンメタルを塗装します。カウル内部のライトグレー塗装に向け、タービンブレードとエンジン外壁をマスキングします。ライトグレーを吹き付けます。墨入れ前の光沢トップコートを拭きます。タミヤの墨入れトリオブラックをはっきりしたモールドの部分に塗布します。エナメル溶剤で湿らせた綿棒で余分な墨入れ塗料を拭き取ります。より細かなモールドはガンダムリアルタッチマーカーでモールドをなぞって綿棒でぼかすことで墨入れとウェザリングを同時に行います。
オイル、サビによる汚れを模してリアルタッチマーカーでウェザリングを施します。マーカーで塗料をちょっと乗せて綿棒でぼかす作業の繰り返しです。エンジン仕上げの艶消しトップコートを拭きます。塗装の済んだ操縦席とエンジンを挟み込み、機体の組み立て接着を行います。左右部品のズレを少なくするよう、少しずつ流し込みタイプで接着します。流し込んだ箇所はマスキングテープやクリップで保持し、硬化接着するのを待ちます。はみ出した接着剤の除去をメインに、アートナイフでカンナ掛けを行い、機体合わせ目を処理します。
カンナ掛けで平らになってしまった面などを紙やす400番で整えます。塞がっていない箇所を瞬間からパテで埋めます。パテ盛り箇所をアートナイフ、紙ヤス、精密ヤスリで整えます。30ミリアデンポーポッドを接着します。アデンホーポッドのパーティングラインが残っていたので処理します。はみ出した接着剤を紙ヤスで処理します。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソヤンでした。